どうも、こんにちは。煎茶道をやっております、直弘と申します。このチャンネルではですね、僕が煎茶道を通して、感じた日本茶の素晴らしいところですね、皆さんとシェアしております。今日まずね、第一大ニュースといえば、日本勝ちましたね、スペインに。もうびっくりしましたね。僕はちょっと眠くて、リアルタイムで日本対スペイン戦のサッカーワールドカップの試合は見れなかったんですけども、朝起きてですね、ニュースを見て、スペインに勝って1位で決勝トーナメント進出っていうのはもうびっくりですね。ものすごい偉業を、森保ジャパンですね、成し遂げられたなというふうに思っております。で、こんな朝はですね、普段であれば今日金曜日の朝ですんで、もうなんとかやっと金曜日まで来た、あと一日頑張れば週末だっていうような、こう疲労困憊の朝を迎えてらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、サッカーの勝利のおかげでですね、力がみなぎる朝、なんかこう仕事やったるぜ俺もっていう気持ちになってらっしゃる方がたくさんいらっしゃると思います。まあでもそういった日はですね、まあ特例中の特例でわけで、普段の金曜日の朝とかでしたら、大体の人はもう本当仕事行くの嫌だな、起きたくないな、ずっと寝てたいなって思う方結構いらっしゃると思いますよね。うん。で、そんな方にですね、僕は朝茶をね、おすすめしたいんですよ。本当に。朝ですね、コーヒー飲んでらっしゃる方ってたくさんいらっしゃると思うんですけども、朝茶めちゃめちゃいいですよ、本当に。何がいいかというと、まず成分的なところなんですけども、煎茶、日本茶って、まあ、カフェインを含んだ飲料ということに関してはコーヒーと同じなんですけども、このね、煎茶には特有のテアニンというですね、リラックス効果を与えてくれる成分がこれふんだんに含まれているんですね。これがコーヒーと違う点でして、このテアニンですね、どういうふうにしてこの茶葉に残されるのかといいますと、もともと茶葉の生育過程であるんですけども、こう日光をガンガン浴びて茶葉育っていくじゃないですか。その過程でそのテアニンがですね、苦味成分であるカテキンに変異していくんですけども、これを変異しないようにさせるために意図的に一定期間ですね、覆いをかぶせて日光を遮るんですね、茶葉に対しての。そうすることによってカテキンに変異せずに茶葉の中にテアニンがしっかりと残っていく。これが旨味成分となって、ですね、リラックス効果を飲んだ人にもたらしてくれるっていう風なことを言われているんですね。で、このテアニンがふんだんに含まれておりますと、こうかぶせかなんても言いますけども、こうあれ何ですかこれは、出汁ですかみたいな、玉露とかだとね、その何ですか、特有のこう風味というのがね、こう出るので、非常にね、まあ茶葉によってですけども面白いところでもあります。はい。まあなのでですね、この日本茶っていうのは朝に非常に適した飲み物だなっていうふうに僕は思っております。で、毎朝ですね、うちでは日本茶、煎茶を入れるんですけども、僕、うちのね、奥さんは結構毎朝コーヒーを、飲んでたんですけども、僕がですね、毎朝こうお茶を入れるもんですから、もう今はすっかりですね、朝一は日本茶、煎茶っていう風になってまして、朝一にですね、試しにこうコーヒーも入れたことあったんですけども、なんかこう普段から朝一でコーヒー、日本茶飲んでると、コーヒー朝一ちょっと強いなみたいな、そういう感じになってきてます。実際僕もそうですね。それがなんで結構いらっしゃるのかな、いらっしゃるんであればね、日本茶そういう、そういう方にはね、本当におすすめなので試してみてください。はい。で、まあですね、その日本茶飲むにしても、やっぱ必要なものっていうのがありますね。まずは茶葉はもちろんそうですけども、こちらですね、まあ、茶碗はまあなんかなんとかありますよね。で、どうしても揃えていきたい、いただきたいのが、一回買えばいいですからね、この急須なんですね。この急須、僕が使ってるのはこの赤いやつで、愛知県の常滑市の常滑焼きっていうやつなんですけども、まあ煎茶道とかでも一般的によく使われるのが常滑焼きの、急須でございます。あと三重県の萬古焼き、こちらもですね、まあどっちかですね、3000円ぐらいのものでですね、一個揃えていただきますといいかなっていうふうに思います。で、まあそれぞれですね、茶葉によって適正な温度とか、
抽出時間とかありますので、一概にですねこうよくあるじゃないですか、45秒間お湯を入れてから待って飲んでください、で適正な温度は80度ですみたいな、必ずしもそうではないっていうのがありますので、だからこそそれが面白いっていうのもありますけど、まあ目安としてね、その80度ぐらい、煎茶を入れる場合は80度ぐらいのお茶で、まあ45秒ぐらい抽出時間を見ていただくと、まあ美味しく飲めるかなみたいな感じです。まあこの飲み方についてはですね、また別の回でですねお話ししていこうかなというふうに思います。ちょっと長くなりそうなのであれですけども、まあとにかく今日はですね、気分が乗らない朝、しんどいなっていう朝をですね日々迎えられている方がいらっしゃるのであれば、日本茶を試してみてください。朝茶ですね、朝茶をぜひ試してみてください。もしかしたらですね、こうなんですかね、仕事に対するモチベーションだけではなくて、こう人生に対するこうスタンス、モチベーションというか、なんですかね、心の置きどころ、そういったものが変わってくるかもしれませんので、ぜひ試してみてくださいというお話でした。はい、ということで今日も最後までご清聴ありがとうございました。